私帰国子女じゃないですか。ドイツとスペイン3年ずつ幼稚園からね小5ぐらいまでいたんですよ。で多分小2ぐらいの時かな、なんか日本に里帰りするんだけども、両親はなんか仕事の関係でついてこれないから、その7歳の小学生一人で日本まで、ドイツのデュッセルドルフから日本まで帰るっていうのがあって、なんかそういう時ってね、航空会社の、方がこう一緒についてくれて、で飛行機乗るまで送ってくれて、で着いてからも、アテンドしてくれるっていう、そういうシステムがあって、だからずっと、キャビンアテンダントの方に横についてもらって、小2、12ぐらいの男の子がずっと飛行機に乗ってくんですけど、私実家が太いで有名ですから、なんか父親がね海外を飛び回ってるタイプの人間だったんで、とにかくマイルがあるからっつうので、ファーストクラスにだから小2ぐらいで乗ったんです。ファーストクラス席広いぜ、ファーストクラスって。でなんか俺には必要のないナッツとか酒とかの種類がバカ多いわけ。でも俺セブンアップしか飲まないじゃん、小1小2だから。でそんな中もうさ、横になんかサッカー選手が乗ってるっつって、英語でね誰かに言われて、横にもう俺も名前も知らないサッカー選手がなんか乗ってるっつって、でなんか横のサッカー選手がナプキンになんかサイン書いてくれたんだけど、すぐ口拭いてめっちゃ笑われたの覚えてんだよな。何だったんだろうあれ。サッカー選手だからやっぱ知ってると思ってたんだろうな、小1、2だし。すぐ口拭いたわ俺それで。テリーヌ食って、小2でテリーヌだぜおい、ファーストクラスバカにすんだよマジで。それは口拭くよ、小2でテリーヌ食ってさ、うまさも分からずサイン書いてもらったナプキンですぐ口拭いた。そんなファーストクラスの思い出ですね。実家が太くてよかったです。ラランドにしたのI wanna be your radio star。 始まりましたラランド西田の I wanna be your radio star。 この番組は私西田があなたにとってのラジオスターとなり、最終的に日本を代表するラジオスターを目指す番組です。ラジオスターにしては滑舌が悪いです。まず滑舌を直さねえとラジオスターになれねえんじゃねえかなんていう声も聞こえてきますが、頑張っていきますよ今日もね。ということで今回のオープニングはラジオネーム梅昆布さんが送ってくれました、海外へ飛行機でファーストクラスに乗った話でした。あったね1個だけファーストクラス乗った話。でもそれ以来乗ってないから、もう常にビジネス、腰痛くしてな。今乗りたいですけども、海外ロケの時は常にビジネスでね乗ってますけども、ということでこういう風にねラジオのもうオープニングトーク案をね皆さんに送ってもらってるんで、ぜひ皆さん西田がこんなこと話したことないなとか、こんなこと聞いてみたいなみたいなのがあったら、ぜひ皆さんよろしくお願いします。送ってください。でも今回で第4回目もう、だからもう終わるんだよね。日本撮りだからさ、始まった感もなければ終わった感もないっていう、なかなか難しいとこですよね。だからね、この単発の週1回で1ヶ月しかないラジオだから、本当に始まった感もなければ終わった感もない。で東京にいるから MBS の生で流れてるのは聞けないんですよ。からYouTube で上がるの待ってさ、で2時間遅れぐらいで上がってると思って見てみたら88回再生。ああそうか、ラジオスターなれんのかななんていうラジオスターって何なんだろうなっていう気持ちにもなりますよね、本当ね。皆さんぜひYouTube、 あとポッドキャストでもぜひ聞きますんで、ラジオのね電波届かない方、ぜひ皆さん拡散してください。よろしくお願いします。ということで今回の番組もリスナーからのお便りが頼りでございます。バシバシお便りお待ちしております。メールアドレスはla@mbs1179.com、 la@mbs1179.com です。 X かっこ Q ツイッターはハッシュタグラジオスター西田でつぶやいてください。恥ずかしいハッシュタグだ。それでは本日もよろしくお願いします。20歳女、趣味はお花と意思疎通することです。健全な可愛いのお願いします。健全な可愛いの、はい、決まりました。あなたのラジオネームはイキリマラです。健全で可愛いやつでお届けいたしました。ラランド西田の I wanna be your Radio Star。 ラジオといえばお悩み相談ということで、リスナーから家族、友達、恋愛、金銭、仕事などのジャンルで不器用なエピソードを募集しております。早速今週も紹介していきましょう。ラジオネームトトさん。西田さん、こんばんは。こんばんは。私は現在彼氏なしの大学2年生です。最近気になる人ができました。その人は同じ学科の同級生です。気になった理由は単純に顔がタイプだからです。勇気を出してその人のインスタをフォローしましたが、それっきり DM でも直接でも話せずにいます。今まで自分からアプローチした人は2人いましたが、どちらとも付き合わずに振られました。それもあって自分からアピールするのが苦手です。だからまた同じことが起こるんじゃないかと思うと一歩踏み出せずにいます。西田さん、相手に肝がられずに話しかけられる方法ってありますか、と。はあ、なるほどね。大学2年生でインスタ、もうそういう時代ですわな。今も大学生はインスタから DM とかでこう話し始める感じなんでしょうね。インスタはフォローしてるわけでしょ。ってことは、まあ向こうもなんとなくトトがフォローしてくれたってのは気づいてるわけでしょ。で、同じ学科なんだもんな。話すチャンスなんていくらでもあるよな。なんかそれこそその宿題がとかそういうので話しかけてっていいんじゃないか。いやどうだろうね。結局なんか必然性なく話してると、向こうがキモいと思うかどうかは別として、キモいって思われてんじゃないかなって思った時点でやっぱベストパフォーマンス出せないから、なんかまあ理由がある会話から始めるのがまあベストだと思う。で、どっちがいいのかな。 DM で話した方がいいのか直接話した方がいいのかだよな。直接話した方がいいと思うけどな。結局なんかその DM ってその文字でしか伝わんないから、声色とか表情とかそういう情報がそがれればそがれるほどキモい要素って増してくんじゃないかなと思っちゃうんだよな。なんかキモい文章でもちゃんとその面と向かって話したら意外とキモくなく伝わる時もあるし、だからまあ勇気出して直接がいいんじゃないかなと思いますけどね。今まで自分からアプローチした人は2人いましたが、どちらとも付き合わずに振られました。まあでも今まで自分からアプローチしたのが2人いるわけでしょ。自分からアピールするのが苦手です。だからまた同じことが起こるんじゃないかと思うと一歩踏み出せずにいます。なるほどな。まあ、前回2人いただけだもんな。別にな、3回目で同じになるかどうか分かんないしな。話しかけてっていいと思うけどな。そんなに同級生が急に話しかけてきてキモって思わないと思う、普通。自分がもし急にその知らない、まあ、学科のあんまり話したことない男の子から話しかけられたとしてキモいって思うかな。思われないと思うな。俺みたいなやつが急に話しかけてたらキモいと思う人もいると思うの。そのちょっとその太っててあんまりこう身なりに気使ってない感じのやつが話しかけてきたら、そのルッキズムなんて言われてますけども結局キモいですわな、急に話しかけてきたらね。でもなんかそのだからある程度身だしなみみたいなことに関しては気を使っていたらキモいって思わないと思うんだよね。だから大丈夫じゃないかな。声かけちゃおうぜ。何々くんは何が趣味なのとかいきなり踏み込んだら多分キモいと思われると思う。その一歩目の踏み込みをどれぐらいで着地するかによってキモいって思われるかどうかだと思うから、その向こうのインスタのまあフォローできてるわけでしょ。だからそのインスタの中からお前がちょっと詳しく話せる話とか一個探ってみたら、フォローしてるってことは相手の投稿を見ていても不自然じゃないわけで、キモいか急に犬の写真上がってたよねとかって、私も犬好きでさって言われたらキモいかな。うわどうしよう。俺結構そのなんだろうな、俺の感覚がバカになってるというか、一応俺タレントじゃん。だからその意外とキモがられないポジションなんだよな。でも普通にしたら俺も多分キモいんだと思うんだよな。俺に聞かない方がいいのかも。俺そのタレントを隠れみのにしてさ、キモいって言わせないようにしてる節あんじゃん。キモいのかな。俺もそのなんていうの、普通に生きてる感じでさやってたら俺もキモいんだろうな。トトのメール読んでなんか俺が反省してるけど、でもなんかその相手のインスタの中から話せる情報を拾ってきて、この前なんかあげてたけどえ好きなのとかでいいと思う。大学生だしキモいと思われないと思うな。俺はそうしちゃうな。それで一回言ってみてキモいって思われないと思うよ。大丈夫だよ、大丈夫。向こうのインスタの中から好きな映画でも好きな漫画でも何でもいい、好きな芸能人でも、このライブ行ってたんだとか、なんか共通の話題になることを一個探して一歩踏み込んでみよう。でキモいって思われたらもう逃げてくればいいし、大学なんてさ誰かにキモいって思われてもリカバリーの効く環境だから、行ってみよう。じゃないとなんか始まらない気がする。キモがられてもいいというつもりで、続いていきましょうか。ラジオネーム利息で暮らそう。西田さんこんばんは。いきなりですが先日ワンナイト童貞を卒業しました。おめでとう。バイト中に仲良くなったお客さんと食事に行き、その後流れでそういうことをしました。あら、そんなことができます？バイト中に仲良くなったお客さん、何のバイトなんでしょう。問題はそこからです。食事の時は少し天然で可愛いなと思っていた彼女ですが、行為が始まると妹ちゃんの名前は、家ではなんて呼ばれてるの、などのきしょい言葉攻めをし始めました。うわーきしょいね。その日以降ご飯まではいい感じだったこともあり、彼女は次の予定を立てようとしてくれているのですが、僕はきしょ女王様の姿がトラウマで予定をはぐらかし続けていきます。はっきり嫌なところを伝えたらかわいそうな気もするし、そういう行為をしてしまったのでなんとなく雑に扱うのも気が引けています。そういう行為の後ってどう接するのがベストなんでしょうか。キモいですね。行為がセックス中にだから妹ちゃんの名前はとか家ではなんて呼ばれてるのって聞かれたんでしょ。うわー、これでもそのセックスってさ、その誰ともすり合わせしないままみんな頑張ってんじゃん。友達とかとどういう言葉攻めしてますなんていう会話が絶対にないから、多分だからその元彼とか以前そういう行為をした人が家族が興奮ポイントの気象男だったんだろうな、その彼女からすると。でその人とのセックスで感覚をつかんじゃってるから、男っつうのは家族の話題をセックス中に出すとチンポが立ちますせっていうその刷り込みが行われてんだろうね。きついなあ。家族の話とチンちゃんやっぱ相性があるよね。気象女王様の姿がトラウマでか。いやーでもワンナイトでしょ。その日こうご飯まではいい感じだったこともあり、彼女は次の予定を立てようと連絡してくれるのですが、これが彼女からして付き合いたいと思ってるパターンなのか、そのセフレ的な関係を一生続けたいと思ってる、一生というかまあセフレ的な関係を今後も続けたいと思ってるかにもよると思うけど、もう一回連絡が来てるってことはまあ多分セックスにはつながると思うんだよな。ででもワンナイトでしょ基本的に。お前はワンナイトのつもりで行ったでしょ。ってことは連絡を一切取らなくてもいいと思うんだよ。ワンナイトってそういうもんだから、一回エッチして二度と連絡を取らないっていう手も全然あると思うの。なんか人としていけないような気がするから、多分みんなしてないだけで、そういう行為をしてしまったのでなんとなく雑に扱うのも気が引けています。いや雑に扱っていいんじゃないかな。そのワンナイトっていうのはそのセックスをする中でこいつのその言葉攻めキモいなって思っても相手に訂正してあげようっていう心理的な負担がその少ないのがいいとこだから、なんか違うなって思ったら二度と連絡を取らないっていうのは全然ありだと思うんだよな。そういう関係だから。だってで気象言葉攻めをしてくるタイプでしょ。いやそういうやつがね、なんか他の部分がちゃんとしてるとも思えないんだよな。なんか絶対変なやつだと思う。食事の時は少し天然で可愛いなと思っていた。なるほどな。自分で天然って言われてそれを許容する女ってなんか常識が足りてないと思うんだよ俺。なんかすごく良くないことを言ったのかもしれないけど、なんか天然って言われて私天然なんですっつって許容してる人って大体常識が足りてないだけで普通に非常識、大人になってね、なんか直さなきゃって思うやつの方が普通だと思うの。直さなきゃって思いながら溢れ出てしまうんだったらもうしょうがないけど、それをなんか天然って言われることにあぐらをかいてそのまままっすぐに生きていこうってやつは大体変なやつ。そういう意味でなんかもう連絡取らなくていいんじゃないかな。でワンナイトして雑に扱うっていうのはそういうもんだから、お互い向こうはなんかいいなと思ってくれてんだろうけど、こっちがないと思うんだったら、もうちゃんと LINE をブロック、インスタもブロックするのがいいと思います。我々の立場なんてそんなことしたらなんか垂れ込まれんじゃねえかって思うじゃないですか、芸人なんて。まだ俺するからね。この人なんか違うなって思ったら全然ブロックします俺は。垂れ込めって思いながら、垂れ込んでいいぞお前なんかと思いながら俺もブロックしますから、あなたは全然ブロックしていいと思います。そういう行為の後どう接するのがベストなのでしょうかはもうブロックだから、違うなと思ったらブロック、全然大丈夫、気にせずまっすぐ生きていけお前は。続いていきましょうか。ラジオネームゆいメロディー。あらゆいメロディー、いろんなラジオを送ってくださってありがとうございますね。結局人生何も楽しくないと思ってしまうことが多いです。暗いよ。多くはないけど仲のいい友達はいるし、趣味もあって何かに没頭している時はすごく充実していて楽しいなと思えるのですが、ふとした時に何も楽しくないなとか、生きている意味あるのかなと思ってしまいます。ネガティブすぎるんですかね、考えすぎなんですかね、もっと何も考えずに生きた方がいいんですかね。贅沢な悩みですよね。暗いですねゆいメロディーは。まあもう俺はさ、そういうの考えずに生きてこられるタイプだったから、まあ人生どの時点切り取ってもまあ楽しいなと思ってるんですけど、まあそうやって思っちゃう人もいるよな。多くはないけど仲のいい友達はいるし、趣味もあって何かに没頭している時はすごく充実していて楽しいなと思うのですが、ふとした時に何も楽しくないなとか、生きてる意味あるのかなと思ってしまいます。別に思っていいと思うしな。それを思ってなんかすごく思い詰めてしまって社会生活がままならないんだとしたら何か問題があるのかもしれないけど、友達がいて趣味もあって何かに没頭している時はすごく充実して楽しいなと思えてるんだったら、そう思う日があってもいいんじゃないか。なんかこういうメールが来た時に人生に意味があるんでしょうかについて答えようとすると、ゆいメロディーの悩みには何も答えられない気がするから、人生意味あるよって言ったとこで納得しないだろうし、意味ないんだよって言ってもなんかそのラジオの悩み相談としてその回答として何の意味もないというか、そうだからなんか生きてる意味があるとかは俺にはよくわからないですが、別にネガティブすぎることはないんじゃない。友達といる時とか趣味をやってる時は楽しいなって思えるわけでしょ。で一人でいる時は生きてる意味あんのかなって思っちゃうっていう、そのまあよくあることなんだと思うんだよな。それでなんかこう自傷行為をとか日常生活に滞りが出てしまってますってなったら何かまあ考えなきゃいけないんだろうけど、今のところ問題ないんじゃないですか。ゆいメロディーはね、その、彼氏にめちゃくちゃ DV をされているというその衝撃的なメールがね何度か届いてますんで、そういう意味でなんかこういろいろケアしてあげなきゃっていう気持ちもあるんだけど、これに関してはまあ普通なんじゃない。あるよくあること、みんな多分そうだと思う。俺はそうじゃないタイプではあるんだが、まあ俺でさえ生きてる意味あんのかなって考えるような日だってあるよそりゃ。で、今後忙しくなってったらそういうことを考える時間はどんどん減ってくから、今のうちに考えた方がいいと思う。むしろね、仕事すごく忙しくとか、大好きな彼氏ができてとか、没頭する趣味をすごく真剣にやろうとかなってったら、どんどんそのなんか自分と向き合う時間が減っていくから、今のうちに考えといた方がいいね。そういう意味ではだからネガティブすぎるとかじゃない、今のうちに考えるべきことなのかもしれない。今いくつだっけな、20代ぐらいだったよな、多分な、10代か20代ぐらいだと思うんだけど、こういうことをまあずっと考えるじゃん、10代20代でまあ仕事が始まったりとか、いろんな忙しいことが始まって考える時間が減っていくわけよ、人生の意味とかで。3、40代でパッてなんか忙しくないタイミングに、生きてる意味あんのかなってもう一回考え出す時間が来ると思うのよ。その時のなんかダメージを減らすのは10代で考えておくことだと思うから、だから時間がある時に考えといた方がいいんじゃないですか。なんかその俺本当に人生において一回もその将来の不安を思ったことないんですよ。将来の不安一回も抱いたことない、人生でまだ。だけど多分これって30代40代で今まで考えてこなかった人生の不安がもうすごい量を押し寄せてきて、すっごい鬱になる可能性あるのよ。そう思ったら早めに考えておくことに越したことはないと思うんだよな。20代で積み立て NISA してるやつって、3、40代で投資信託のこと考えないと思うわけ。俺らみたいなやつは3、40代で急にその投資信託みたいなでかく当てようみたいなことを考えて失敗するんだ、多分そういうタイプなんだと思う。だから早めに考えておくことに意味がないわけじゃないと思うよ。贅沢な悩みでもないと思う。別にみんな、人間それぐらいの年代に多分ある程度直面する悩みで、今考えておくことは絶対に意味があるから、それですごくへこんでしまって塞ぎ込んでしまうんじゃなければ考えていいんじゃないですか。うん、それより DV 彼氏とはどうなったのかがね、私はすごく気になりますね。続報がないからな、 DV 彼氏とのねえ、ちょっとどうなってるのか聞きたいですけど、ゆうメロディーまた送ってください。ぜひメールよろしくお願いします。ということで、以上不器用エピソードをお送りいたしました。続いてはこちらのコーナーに参りましょう。夕日に向かってバカ野郎。仕事の苦労、学校での嫌なことをとにかくムカつくあいつ、思わずバカ野郎と叫びたくなる愚痴を私西田が受け止めますよ、ということでいきましょうか。穴場コーナーでございます。ボイスメッセージを送るというのがやっぱ抵抗あるんでしょうね、皆さんね。あまりメールが来てないということで、採用率が非常に高い取って出しの状態でございます。皆さんチャンスですよ、第5回目送ってみては、ということでね。じゃあ行きましょうか。まずはラジオネームピーマンマンの夕日に向かってバカ野郎。ゼミがあって、ゼミの先生に質問ないって聞かれて、なかったんでありませんって答えたら、質問がないなんて発表した人に対する侮辱だ、失礼だとみんなの前でまあまあ大きい声で怒られました、バカ野郎。あるよな、質問の時間な、手挙げなきゃいけない雰囲気な。なんかでもなんだろうな、大人になって思うよな。確かになんか学生時代は質問なんてねえよバカ野郎って思ってたけど、大人になってなんか人前で話す機会が増えてきて、質問がないということは何も聞いてくれてないのではっていう気持ちになってくるから、今は多分ねバカ野郎だと思うんだけど、大人になったら気づく、過去の自分バカ野郎になるタイミングが来ると思うんで、今はそんなことを言ってくる教授に対してバカ野郎の時代なんだと思う。だから今はそのバカ野郎を楽しんでください。いつか人前で発表することが来たら、あなたはあの時の私バカ野郎だなって思いますから。じゃあ続いていきましょうか。続いてラジオネームなしですね。ラジオネームなし。仕事のストレスで、奥歯噛み締めすぎてめっちゃ顎痛い顎関節症、マジで仕事だるいバカ野郎。おー、いいですね。ストゼロ飲んでそう君はストゼロを飲んでそうだ。いいね。社会人3年目、仕事ができなさすぎて上司先輩客みんな敵に見えます。ストレスで奥歯を噛みしめる癖がついてて顎が痛い。ああ、なるほどな。いいな。お前みたいなやつがその会社に行ってさ、なんかこう静かにうつむいてるのを想像すると悲しくなるよな、ほんとなまあでもなんだろうね、社会人3年目でしょ。顎痛い、顎痛くなるぐらいでしょ。やめちゃえば、仕事やめちゃおうよ。転職できんじゃないの。3年目だね。3年目なんだべ。いけるよ、まだ。なんかもっとストレスのない職場行こうよ。なんか3年目でしょ。4年目になったらいよいよ転職しづらくなってくんじゃないの、その社内のポジションみたいなので。まあ誰が社内のポジションつってんだって話ですけど、何のポジションもないわけですから、私はね。やめちゃえば。こんなラジオにさ、バカ野郎なんて送ってくるぐらいだったら仕事やめちゃおうよ。転職、ストゼロ飲む前に転職頑張ってね。ということで、以上、夕日に向かってバカ野郎でした。21歳セカンド童貞です。彼女ができそうなラジオネームお願いします。彼女ができそうなラジオネーム、はい、決まりました。あなたのラジオネームは新海誠ならぬ浅瀬誠です。やっぱね、新海誠さんの映画ね、見てる人は彼女できそうなんで、こちらのラジオネームをプレゼントいたします。ラランド西田の I wanna be your Radio Star。 さあ、エンディングのお時間です。ということで、今日電話かからなかったんですよね。なんかもう電話募集のメールも結構来てるんですよね。でもやっぱ誰にかけてもつながらないという、なんかもう出ないから、その俺の携帯から電話かけてって、その留守電とか残してるんですけど、帰ってこないね。やっぱりね、なめられてんのかな、俺が。ちょっと皆さん、まあ最終回ね、次第5回目最終回なんで、そこをもう電話フェスティバルにしたいという、そのいっぱい電話かける週にしたいんで、ぜひ皆さん何かありましたらよろしくお願いします。また MBS ラジオ公式 YouTube や各種ポッドキャストでもこの番組は聞くことができますよ。たくさん聞いてください。その再生数で大井くんが褒められたりけなされたりすると思ってください。よろしくお願いします。ということで、もうね、次で最終回なんで、また1ヶ月単発で第3弾があるかもしれないし、もう MBS 様とはね、もう手が切れる、二度と西田を呼ばれない、そういうことになるかもしれません。それは次週の最終回どんだけ盛り上がるかにかかってますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。本当に皆さんのね、お便りが頼り、よろしくお願いします。ということで、ここまではラランド西田がお送りしました。また来週 See you next week. バイバイ。